サムラジクのことです、こちらの動画ではですね、昨日の武田先生の、こちらのセミナー、を出た、感想を、述べております。はい、ではいきますね。今回の、まあ、一番心に残ったのね、さっきの、動画で、対話するという話をしましたけども、もう一つ残ったことが長時間労働ですね。長時間労働で、ここはずっとね、疑問に思ってた点が実はありましてね。うん、で、こうかなって思ってたね、ところをね、昨日のセミナーで解決しましたんでね、非常に良かったですね。はい。まあ、それどういうことかというとですね、長時間労働ね、まあ、僕もずっと長時間労働やってますから、ね、もう起きてるのは全部仕事ですから、基本的にね。うん、長時間労働10年間やってますけど、こう、いやいやながらね、例えば9時5時で働いて、ね、これやりなさい、ね、というこう、まあ、命令っていうかね、仕事としてあって、でそれをこういやいやながらね、やったら長時間労働はできないんじゃないかなっていうふうに思ってますよね。うん、僕ら、まあ、中小企業零細経営者ですね、が長時間労働できるのは、ね、こう自分をやりたいと、ね、自分が選んだんやと、ね、で自分が決めとるんやと、ね、そういったね、こう心持ちでね、仕事やってますから、みんな、ね、だから必然的にこう追求して、研究時間とか追求時間ですね、それがあって、それが結果的に長時間労働になっとると、ね、多分そういう風な感じじゃないかなと思ってたんですね、ずっとね。うん、だからそこの部分ね、武田先生も昨日、おっしゃってましたけどね、まあ、いやいやながらはできんと、ね、うん、いうふうにこうおっしゃってましたんでね、うん、あ、やっぱりだと、ね、うん、だから常にね、こう自分は一体こう何をしたいのかなっていうね、何がワクワクするのかなっていうところですかね、まあ、僕が考えるように、ね、そこを追求して、でそこがカチッとね見つかったらね、うん、まあ、あとはやるだけですから、ね、うん、まあ、自分のこう夢中になれる仕事ですよ、要はね、うん、仕事であったりその分野であったり、うん、そこがパシッと見つかっちゃったらね、うん、あとはもう勝手にほっといてもね、ずっと長時間やってるわけですね。うん、だから、まあ、長時間労働ね、もちろんしないとね、弱者の場合は絶対成功しないと思うんですけど、ね、その長時間労働ができるような、まあ、仕事じゃない、それを見つける、ね、それもセットでやんないとね、ダメだなっていうふうに昨日は感じましたね。武田先生のセミナーって本当良かったですね。はい。で、まあ、もう一つだけね、この動画では、お伝えしたいなというふうに思ってますけど、それは何かちょっとですね、うん、じゃあ最初からね、その好きなやつ見つかるかってことですよ、要は、ね、ずーっと夢中になれる仕事が見つかるかってことですよ、ね、多分それないと思うんですよ、僕ね、うん、それが腹から人は強者ですよね、おそらくね、うん、僕なかったですからね、うん、まあ、簿記講師やってますけどね、鼻から簿記講師やりたいと思ったわけじゃないですからね、これっぽっちも、ね、うん、むしろこう人前に出てね、喋るとか、そういったものが一番、嫌いだった、ね、一番できなかったタイプですから、高校生まで僕はね、うん、まあ、それが今困難になってますけどね、うん、だからね、そういったこうなんていうんですかね、金脈がね、見つかるまでには時間かかりますね、時間かかりますね、うん、最低3年4年ぐらいかかると思うんですよ、うん、最低で、うん、だからね、こうとにかくまずは目の前の仕事、それを全力投球してみると、ね、で全力投球しとるうちに、ね、だんだん好きになってくると、その仕事が、ね、いろんな仕事ありますけどね、あらゆる仕事の中でこう一箇所でもね、好きになるようなところがあると思うんですよね、うん、でそこが見つかる、でそこが見つかったらあとは追求する、ね、うん、好きになっちゃったら追求できますから、勝手に、ね、うん、だから言ってみればこう嫌だと思ってる仕事の中でもこういい部分があると、ね、そのいい部分を見つけるために 3,4 年かかってるっていう感じですかね、うん、で見つかったらもうね、もう勝手に長時間はやってきますからね、という感じじゃないかなと思うんですよ、僕はね、うん、でそれが10年続いたら好きっていうのから愛するに変わりますからね、
愛しちゃったらもうこっちのもんですよね、うん、もう何にも意識しないでもね、もう勝手に朝起きたらもうずーっとそのまま仕事やってると、寝るまで、ね、うん、まあ下手したら寝てる時も仕事やってると、ね、夢の中でね仕事やってるっていう時もありますからね、うん、まあ、僕はね結構実は夢の中あの夢見るんですけど、夢覚えてるんですよね結構ね、うん、あんま忘れないんですよ。でその夢の中で結構いいアイデアがね浮かんだりする時もたまーにありますからね、うん、でそれ実行してね、まあ、うまくいったとか、そういった時も、まあ、ありますしね、うん、あんま数ないですけどね、うん、でもねだからこう、うん、僕の場合はね会計士目指して大嫌いだった簿記で、ね、47人中45万でしたから高校生の時ね、大嫌いだった簿記、ね、でも会計士目指すと思った瞬間にね簿記やるのはしゃあないですからね、会計士がね、簿記ができない会計士なんか一人もいませんから、ね、うん、だから、まあ、料理が作れない、ね、あの料理人みたいなもんですよね、そうするとね、だからね、いやいやながらでも簿記やりましたね。でやって最初は全然できないんだけど、やってるうちなんだね、こう努力するからできるようになりますからね、うん、でやっぱ3年も4年もボケばっかりずっとやってると、ね、それはできるようになってくるわけですよ、ね、うん、でまあ模擬試験とかねそういったもので例えばボケで1位取ったりね、全国1位取ったりするともうそれはもう自信になりますよね、うん、そこからもう愛するに変わってきますだんだんね、うん、でいつしか職業になっとったってそんな感じですから、うん、だからあまあ最初から見つかるっちゅうことはないでしょうね、うん、目の前の子やらなあかんっていうことをとにかく一生懸命やって、ね、でそっからあ好きなところが見つかって一部が見つかって、でその好きな一部を追求し始めたらもう長時間労働は自動的にいけるというそんな感じじゃないでしょうかねと僕は昨日は思いましたね。はい、ということでね、ぜひぜひ、この動画を見てる方もですね、まずは目の前の仕事を一生懸命やると。ね、今は嫌かもしれんけども、ね、でも3年もね、4年も5年も10年もやってればね、もう1個ぐらいは出てきますからね、好きだっていう部分がね。ただお客様にね、ありがとうって言われた時は一番嬉しかったみたいな、そういうの見つかりますから、ね、うん、それを追求していくのがまあ3年、4年かかると。それ見つかる前に転職しちゃったら、多分一生ずっとね、見つかんないでね。点々と転職するだけになっちゃうと思うんですけどね、うん、でまあとんでもない40代50代が待ってると、ね、人生の武田先生の言葉をお借りすれば、あ人生の終焉でね、ツケが回ってくると、ね、後半でツケが回ってくると、ね、いう状況になっちゃうんじゃないでしょうかね。はい、ということでね、まずは目の前の、ね、仕事を一生懸命やると、ね、いうことをぜひぜひ、実行されるといいというふうに思います。はい、では以上です。